こんにちは、探偵マンスマッシュです。いろいろ曲やらせてもらいます。どうぞよろしくお願いします。懐かしい出会いがある、それは立ちの再会だ。何千年も時を越え、この国でこの星でこの時を選んで、数分の悔いなく出会えた魂と魂、もはや出会い理由はいらない。ただ会いたかったんだよ、君に会いたかったんだよ。どれだけの試練を越えてきたか、ただ会いたかったんだよ、君に会いたかったんだよ。どれだけの悲しみも見てきたか、今ここで僕は震えてる、喜びに震えているんだ。Stop.
Don't they know it's the end of the world?
ことなめらさないこと信じること涙見せてもいいよそれを忘れなければ負けないこと逃げ出さないことなめらさないこと信じることダメになりそうな時それが一番大事だけが本当だねああいくつかの場面ああうまく言えないけれど宝物だよあの時感じたああ予感は本物ああ私を不幸化してくれるそんな気持ち大好きな友達が伊勢神宮に行ってこの曲を演奏してくれました神社にありがとう歌わせてもらいます離れたまえ清めたまえ守りたまえ海の旅山の旅永遠に祈り捧げようこの地球に落ち越える日々を太陽を光浴び輝いて長い色の虹緑のパーパス遺跡山々から流れるせせらぎ坂ら苔命のもと耳を澄ませば心落ち着く水の音山そびえる川は流れる大自然の恵みを言葉はなく泣き時の流れ優しく離れたら清めたまえ守りたまえ咲き終えたまえ空の旅大地の旅昔だからのいつだれ未来につなげていこう先祖から培っていた大地の恵みありがとうこの理性を授かり親からいただいたもの家族に恩返しこの理性を授かりその場所で育てたものふるさとに恩返し離れ清めた
月が出た出た月が出たあの匂い家の親の上に出たあんまり煙突が高いのでさあそりゃお月さん煙たかのさのよいよい月が出た出た月が出たあよいよい家の山の上に出たあんまり煙突が高いのでさあそりゃお月さん煙たかのさのよいよい先ほどブルーハートを聴かれるって言ってましたので、ありがとうございます。こんな曲聴いたりするよっていうのはどんなのかあったりしますか？歌はこういうのが好きだとか、もしもリクエストがあったら、言ったら、知ってる曲だったら演奏してみようと思います。さっきブルーハートを言ってくれたんで、ブルーハートの曲も演奏させてもらいます。はい。栄光へ向かって走る、あの列車に乗って行こう。裸足のままで飛び出して、あの列車に乗って行こう。弱い者たちが夕暮れ、さらに弱い者を叩く。その音が響き渡れば、ブルースは加速していく。見えない自由が欲しくて、見えない自由を打ち爆く。本当の声を聞かせておくれよ。 Play, play, 走って行け Play, play, どこまでも Play, play, 走って行け Play, play, どこまでも。ありがとうございます。今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。名残雪も降る時打ち、ふざけすぎた季節の後で、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと花にまつわる曲をやってみようと思います。ありがとうございます。
ように百万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる窓から窓から言える広さを真っ赤なバラで埋め尽くして百万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる窓から窓から見える広さを真っ赤なバラで埋め尽くして岩国にある錦帯橋のすぐそばの錦川で食事をしながら素敵な時間今こうして過ごせてる幸せ今日という日にありがとう当たり前じゃないこの瞬間家族で過ごせていることにこのタイミングにこの場所にいられる幸せ百万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる昨日という素敵な過去に今日もありがとうその昔大きな小さな川のほとり素敵なこの花を見つけて優しい気持ちになった四つ葉のクローバー探して見つけられた小さな幸せその出来事を分かち合えること今がこうしてあることが僕は嬉しくて くる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 花くるりん花くるりん花くるりんくる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 花くるりん見てくれてありがとう今日はすがすがしい天気雲ひとつない青空ようこそお越しくださいした山口フラワーランド水辺の冒険広場で戯れる子供たちを笑顔でニコニコ手をつないで見守るナンバーワンにならなくてもいいもっともっと特別なオンリーワン花屋の店先にバランがいろんな花を見ていた人それぞれ好みはあるけどどれもみんな綺麗だねその中で誰が一番だなんて争うこともしないで崖の中もっとなしげにちゃんと胸を張っている空
それなのに僕ら人間はどうしてこうみんなで関心くらめたる一人一人違うのにその中で一番みんなで上がるそうさ僕らは世界に一つだけのさ一人一人違う誰を持つその花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。お花のメドレーでした。リクエストしてくれてありがとうございます。やったこんな曲歌ってもらえたら嬉しいようなアーティストだったり、こんな感じの曲、分かる曲だったら歌ってみたいなと思います。分からなかったらそういう感じの曲を今作って歌います。ありがとうございます。盆踊りについての歌が今できたのでちょっとやらせてもらいます。今年は盆踊りすることができない状況だから、今までできてることに感謝だと僕のお父さんが言ってたから、僕は考えた。いつも以上に盆踊りの曲を歌おうと、そんなことを思っていたらたまたま夢に見たんだ。全国で盆踊りの踊りを踊ってる夢を、みんなが自分のいる家で盆踊りを踊って、懐かしい写真を見て感動してる夢を、その夢を見て友達に連絡をすると、その友達が一枚の写真を送ってくれた。同級生の友達がまだ3歳だった時の写真、おばあちゃんに抱っこされてた写真、その写真は家の中を掃除してたら出てきた写真。今は亡くなってるおばあちゃんに抱っこされてる写真、その現場は今から30年前の盆踊りの時に撮った写真だったと言ってくれた。盆踊り踊ることは亡くなった先祖へのありがとうの気持ちを伝えること、それぞれの地域ではになって提灯を掲げて、何度も何度も繰り返し踊る。盆踊り踊ると僕は楽しみにしてたアイスクリームもらうこと、浴衣を着て線香花火の香りがして、潮風の香り、おじいちゃんおばあちゃんのほっぺたは酒を飲んで赤くなってる姿、今年踊れないから今まで踊れてたことがどれだけ大事で、どれだけ素晴らしいかを教えてくれた。盆踊りの存在、きっと今年はさらに大切だということを教えてくれる年です。2020年の今年が素晴らしい年になりますように。聞いてくれてありがとうございます。はい、ヒマラヤほどのキスしてほしいとの2つだけ了解しました。はい、ヒマラヤほどちょっと歌詞が違うかもしれない。
カラヤホゴロの消しゴム一つ楽しいことをたくさんしたい。ミサイルほどのペンを片手に面白いことをたくさんしたい。いつも来るはず聞きまくっていた10年前の神花祭りに来てくれて以来の再会ありがとう。この曲来るはずの線のバイオリンドラムの梶さんの奥さんは岩国の友情そのおかげでつながって一緒に活動できてる奇跡に感謝します。どこまで行くの僕たち今夜このままずっとどこにいるのか。こんにちは。飛び出しそうな生きているのが素晴らしすぎる。キスしてほしい、キスしてほしい、キスしてほしい、キスしてほしい。向かいが夢に近づくように、キスしてほしい。答えはきっと僕の方、心のずっと僕の方、涙はそこからやってくる。さすがある若い僕らにも夢がある。いつかきっといつかきっと分かってくれるだろう。明日がある、明日がある、明日があるさ。
思い出す
満点ます。マジでした。どうもありがとうございました。